いやー、面白かったな。やっぱり一周回ってアインクラッドが一番 SAO の良さがあると思うわ。そうですね。なんだか懐かしい感じもしました。アインクラッドとその次のやつ何でしたっけ？空飛べるやつ。ALO やな。あ、そうそう。アルブヘイムオンラインでしたっけ？僕、あそこまでしか見てないんですよね。そうな。それ以降もまあまあ面白いと思うけどな。じゃあ今日は SAO 回にしてお前が見てない分のところもやるか。いいですね。せっかく映画も見てきたわけですし、ざっくりとした流れを知りたいです。リンクスタート。イラストってこんな素材あるんですね。ソードアートオンラインは2009年4月に発売されたライトノベルを原作としています。現在は第26巻まで発売されており、今なお連載中の人気シリーズです。アニメ第1期の放送開始は2012年7月でした。もう9年半前か。ってことは SAO の放送開始時に生まれた子が小4になってるってこと？まあそうなりますかね。時の流れとは残酷である。何の話ですか？今はアリスゼーション編という第4部がアニメで終わったところなんですね。そうやな、確か去年の秋にやってたかな。じゃあまずは第1部のあらすじと振り返りからやっていきましょう。一周回ってアインクラッドが今一番ホットですわ。まずソードアートオンラインで重要なアイテムとなるナーブギアについて知っていただきましょう。ナーブギアは頭に装着して使うことができる VR マシンです。VR ゴーグルの超進化版という感じでしょうか。装着するとゲームの世界のキャラクターに自分の意識を代入させ、五感の全てをゲーム世界に投影できる。つまり実体験のようにゲームを楽しめるという代物です。安全性とかはあれやろうけど、実際にやったらやってみたいよな。ちなみに作中では SAO 同梱版の価格設定は12万8000円みたいですね。絶妙な価格設定やな。転売ヤーに買われまくってメルカリに35万ぐらいで流れてそう。割と実際にありえそうで笑えませんね。主人公のキリガヤカズト、通称キリトはナーブギアを装着し、ソードアートオンラインというゲームをプレイし始めます。正式サービス開始後、1万人ほどがこのゲームで遊んでおり、プレイヤーはまるで現実のようなゲームの世界を楽しんでいるのも束の間。突然このゲーム開発者から、このゲームはクリアしないと出られない、ゲームから出たければ100回のボスを倒せ、なおゲームの世界での死亡は現実世界での死亡と同意である、というアナウンスが発生。これにより約1万人のプレイヤーがゲームの中でも死ねないという状況になり、キリトは仲間と共に100回のボスを倒し、このゲームから脱出できるのか、そしてゲームに閉じ込めた開発者茅場明彦の真意は何なのか、というのが第1部の見どころとなっています。解説ご苦労。今の劇場版もこの第1部をさらに詳しくしたバージョンなわけですけど、やっぱり SAO は第1部が一番おもろいかな。なので見たことない方は1部だけでも見る価値は十分あるかと。ぜひ騎馬王さんの「もうチートやチーターやろそんな」っていう名言も抑えていただければ。それは名言なんですかね。てか、この方 SAO で生き残ったんですか？アニメ版では一応生還してたはずやけどな。その次の第2部、フェアリーダンス編は SAO をクリアしたキリトが、なぜかゲームから帰ってこないアスナを探しに行くというストーリーでしたね。そうそう、ここでキリトの妹、竹達が出現しますね。すぐ派ですけどね。フェアリーダンスの何がすごいって、こやつがキモすぎるんよ。いや、これは褒めてるんやで。まあ確かにすごいですよね。あそこまでヒール役に命を吹き込めるのは。確か今54歳やねんけど、今なおアニメの最前線で活躍してるのはマジですごい声優やと思うわ。先輩、小安さんの話になると長いので、次の話に移りますね。第3部から見てないんですけど、ファントムバレットってどんな話なんですか？ SAO がクリアされて1年後の話で、ゲーム世界で銃で殺されると現実世界でも死ぬっていう事件が起きるね。なんか第1部と似た展開ですね。そうそう、その犯人を見つけるためにキリトは SAO をクリアした経験もあるし、手伝ってくれということで依頼されるわけ。ランゲールオンラインっていう FPS みたいなゲームで犯人探しをするっていう話やな。なんか見た目ガールズですけど、これはキリトなんですよね。これはゲーム始める際にレアアバターが当たってしまいまして、ガールズみたいな男性の姿になったわけですよ。なるほど。女性キャラになったわけではないと。ここから新キャラとしてシノンが登場するわけやけど、沢城みゆきファンの方はぜひ見てほしいですね。次の話、マザーズ・ロザリアは外伝やけど、一応重要な話なんで押さえておきましょう。これはアスナと勇気の物語で話はかなりいいっていうのもありますが、トマス・ハルカのカーレージも最高の曲なんすよ。アスナの声優がオープニング歌ってるんやけどな。アスナの声優さんって歌も歌われてるんですね。全然知りませんでした。君はスフィアをご存じない？スフィアのフォーカラーズラブも見ていない？そうですね。先輩にしたら知ってて当然だと思うんでしょうけど、多分一般ピーポーは知りませんね。今一番新しいやつを教えてください。あんまり脱線すると動画長くなります。アリシゼーション編も面白いですけど、ストーリー話すと長くなりますからね。ポイントだけお伝えしましょうかね。めっちゃ助かります。そういうのを望んでました。ユージよ、マーヤちゃん最高、諏訪部純一イケボすぎー、石田明イケボすぎー、
だいぶはしょりましたけど、こんな感じですかね。はしょりすぎでしょ。もはやのあのこっちゃわかりませんよ。カヤの愛の話をあえて省いてんで、アリスの話し始めたらそれこそ動画1時間とかで終わらんよ。なんならアニメ見ながら感想を生放送しましょうかってなりますよ。それはやめましょう。ちょっと真面目な話もしておきます。ラノベ系の累計発行部数ではソードアートオンラインが第3位に入っていますね。ちなみにライトノベルだけではなく漫画も含まれている数字になっていますが、1位ってとあるやったんやな。そら富士商事が30億っていうのは割とない話ではないかなって思えてきたわ。パチンコスロットついでにお話をしておくと、第1位のとあるもパチンコ化され、鈴宮春日の憂鬱も数年前にパチンコスロット両方出てます。半券業先輩も言ってましたが、とあるが30億、鈴宮春日が10億という噂です。ってことは SAO もパチンコ化、スロット化するなら数十億単位か。そうなりますね。ソードアートオンラインをパチンコ化、スロット化してほしいという声はだいぶ前からありますが、今のところ制作委員会にもメーカーらしい名前は見当たりません。最後は違う話もしときましょうか。なんか締めにふさわしい話ありませんかね。お前って第2部までしか見てないやろうけど、キャラ的には誰が一番好きな？そうですね、ヒースクリフですかね。おっさん、またおっさん。お前どんだけおっさん好きやねん。普通にかっこよくないですか？実際にゲームやれるとしたらあんなキャラでプレイしたいなって思いますけど。たまには女の名前も出さんとお前に謎の属性が付与されつつあるぞ。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。以上、ソードアートオンラインのご紹介でした。俺の推し聞いてもらってないねんけど。あ、忘れてました、すみません。誰が推しなんでしたっけ？いや、シンプルに嫁にするならアスナでしょうな。あの圧倒的制裁感は他の追随を許さない。意外とベタなとこ行きますね。先輩ならもっと謎のキャラとか言いそうだなって思ってました。別に気をてらいたいとかじゃないからな。ただロニエちゃんも捨てがたいですね。誰？っていうかめっちゃモブ感すごいですね。お前ロニエ親衛隊に殺されるぞ。まあ曲の話もしたかったんですけどね。やはりそうなるとリサの話は絶対外せなくなるわけですけども、そこ触れ始めると大変なことになりそうなんで、今回は自重しておこうかなと思います。なんかよくわかりませんけど、そうなんですね。っていうかオーディナルスケールの話するのすっかり忘れてたわ。あー、前の劇場版でしたっけ？これ面白いんですか？まあまあって感じかな。俺は今回のプログレッシブの方が面白いなって思ったけど。んー、じゃあ見なくていいか。それにしても作者の川原先生もすごいですね。これだけ長いストーリーを考えられるのは。確かにそうやな。川原先生はご自身がプレイしていたラグナロクオンラインやウルティマオンライン、そのゲームを長い時で1日12時間以上数年にわたってプレイしていたとか、そこから小説を書き始めたみたいで、その経験がソードアートオンラインにも生きていますね。マジでキリトみたいな生活してたんやな。俺も書いてみようかな、自分の経験を元にしたラノベ。底辺が死んで転生する話ですか？俺ナロー系主人公やん。